懺悔の用意はできているか。どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですが、ギャラクシーアイズデッキ作ってきたので、やっていこうかなと思います。ギャラクシーアイズ、カイトさんの、キャラクターデッキと言っても過言じゃないと思うんですが、とりあえず枚数から説明していきますか。枚数ね、はい、フォトンスタッシャー1、ギャラクシーウィザードが3、フォトンアドバンサーが1、バニッシャーが3、オービタルが、3、サポートしろオービタル、はい、ギャラクシーロジャーが3、それからギャラクシーアイズフォトンドラゴンが3、ギャラクシーナイトが1、ギャラクシーブレイバーが3、それからギャラクシーアイズアフターグロードラゴンが3、はい、ロイヤル加護引きました。で、羽ぼき1、死者蘇生1、増援1、トレードインが3、フォトンサンクシュアリが3、ギャラクシーエクスペディションが1、ランクアップマジックアージェントカオスフォースが1 ロマン枠です、はい、で、ギャラクシートランサーが2、それから、ギャラクシーゼロが1、ハイパーギャラクシーが1という感じになってます、はい。先に断っておきますが、完全にカジュアル対戦用なので、あまりその手札誘発とか積んでないですし、かなりギミックをね、メインギミックに割いてますんで、事故らないです。ほとんど事故んないですけど、誘発は厳しいみたいな、展開力でねご了承していけばいいんですよ、誘発なんてものは。はい、誘発なんていうのは展開力でご了承、はい、で、どういうエクストラかっていうと、フォトンブラストドラゴンが1、それからノバインフィニティが11、一応ランク戦でもワンチャン使うかもしれないので、ノバインフィニティは入ってます、はい、で、ギャラクシーアイズタキオンドラゴンが1、はい、ミザリさんのエースですね。で、プライムフォトンが1、FA が1、それから希望を変えるタイタニックギャラクシーさんが1、サイファードラゴンが1、ギャラクシーアイズフォトンロードが1、それからギャラクシーアイズ、ネオギャラクシーアイズのこのタキオンドラゴンが1、それからサイファーが1、アーゼウス君ロボットですね、ロボットガンダムが1、ソルフェアが2、ユニオンキャリアが1という感じになってます。で、どういう動きをしていくかっていうと、基本的にはレベル8とレベル4を並べて、エクシーズもしくはリンクしていくっていうテーマなんですよ。で、先行でも結構強くて、ギャラクシーアイズってかなりですね制圧力高いです。まずですね、フォトンブラストドラゴン、こいつ、レベル 4×2 で作れるんですけれども、手札からギャラクシーアイズ、手札からフォトンか、フォトンモンスターを特殊化できるよっていうことで、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを、展開することができる。で、さらにこの気候流フォトンブラストドラゴンの効果なんですけども、この1番んじゃあこれから2番か、エクシー召喚したこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分のフィールドの攻撃力が2000以上のモンスターは効果の対象にならず、効果で破壊されないと。だからブラストが自身がね1800なんで、自身は対象になっちゃうんですけども、自身以外のモンスター、ギャラクシーアイズとか系のモンスターですね、この辺が全部効果の対象にならなくなるんで、かなり強いです、はい、これが強い。で、フォトンブラスト以外に先行だとこれですね、ギャラクシーアイズフォトンロード、これがめちゃくちゃ強くて、このカードが、フォトンカードをエクシースライドしている場合は、このカードは効果では破壊されない、要はギャラクシーアイズフォトンドラゴンを素材にしとけば、とりあえず破壊はされねえと。で、相手がモンスター効果発動したら、素材を取り除くと無効にできると。で、さらに取り除いた素材がギャラクシーアイズギャラクシーアイズじゃない、ギャラクシーカードでやった場合はモンスター破壊できると。無効にして破壊できるんですよ。これを、ギャラクシーアイズと、アフターグローで作っていく感じになりますね。基本的には結構簡単です、作り方は。で、3番目で相手ターンに発動できるんですけども、デッキからフォトンカードかギャラクシーカードを持ってこれるよっていう感じなんで、これがねすごく相性がいいモンスターがこれ、ソルフレア。これね、ソルフレアは相手のメインフェーズにフォトンカードを、ギャラクシーカード2枚かギャラクシーアイズフォトンドラゴンを手札から捨てると、相手のフィールドの特殊化されたモンスターを破壊できるよっていう効果を持ってるんですよ。だからソルフレアとフォトンロードみたいな盤面であれば、相手のモンスター1体特殊化したモンスターを破壊しながらモンスターのことを無効にして破壊するっていうクソ家庭盤面になるんですよね。だからファンデッキとは言いながら先行で2妨害していきます。めちゃくちゃ強いです。で、フォトンブラストの効果で、さらにね、ちなみにソルフレアフォトンブラスト、フォトンロードみたいな盤面もできるんですけど、結構先行で、そうすると、フォトンブラストの効果で対象になりませんので、この人たちはだからかなり強いっていうことですね、いわゆる、はい、最強盤面といったところで、高校だったらこれです。高校だったらギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンを出してぶん殴れば勝てます、はいこれが強いんだよね本当に。このカードめちゃくちゃ脳筋で、簡単に言うと大体攻撃力が1万くらいになって殴ってくるみたいな感じなんですけども、レベル8から2で作れるよと。で、このカードが戦闘からのダメージ計算時、エクシー左右1つのぞくと、このカードの攻撃力がダメージ計算時のみ、エクシーズモンスターのランクの合計かける200アップするということで、まあ、自身も含むんで、まあ、大体5000以上にはなります。はい、1神が含まれると、8なんで、1600かけて5600と、5600以上には基本的になるってことですね、攻撃力が。でさらに、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを、ね、持ってないと戦闘ダメージ半分になっちゃうんですけど、これね、めちゃくちゃ激ヤバコンボがあって、そのアフターグロードラゴンっていうこいつが素材になってた場合の効果すごくて、エクシーズ素材のこのカードがエクシーズモンスターの効果を発動するために取り除かれた場合、テクドラデッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴン1体を選んで特殊召喚するか、自分のフィールドのエクシーズ素材にすると、この効果をバトルフェーズに発動した場合、さらに自分のフィールドの全てのナンバーズエクシーズモンスターの攻撃力が倍になると。だから5600倍になるんですよ。なんか1万簡単に超えるんですよね、これ素材にしてれば。これで、まあ、1万、5600×2 っていくつだ ?5600×2 なんで、1万 1200?1 万1200で殴って勝てねえもんさ、いないだろっていうまあそういうことですね。だから先行だったら、ソルフレアとか、フォトンロード、フォトンブラストあたりを出していく。後攻だったら、ギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンでぶん殴っていくっていう感じですね。で、先行でフォトンロードを立てた場合、開始のターンでギャラクシーアイズフォトンロードを例えば、サイファーブレード、ブレードこれとかに変えて相手のカードを破壊したり FA で、表側を破壊したりするっていう、まあ、要は重ねてエクシーズできるモンスターがいっぱいいるんでね、ギャラクシーアイズはこの辺を出して相手のカードを除去していくこともできると、はい、非常に強力です。はい、で、ロマンワークとしてなんでこれ入ってるかっていうと、ネオギャラクシーアイズタキオンドラゴンが出したすぎて、これが1枚だけ入ってます。サーチはないです、はい、サーチはないんですよ。サーチはないんですけど、まあ、一応ね、これ入れといたらワンチャン出るからっていうこと。早速やっていきましょう。全員懺悔させていくぞ。デュエルスタンバイ。先行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 、うい勝ったな。デュエルモードフォトンチェンジ。懺悔の用意はできているか。人は俺をナンバーズハンターと。先行ゲーなんだよね、やっぱ結局、遊戯王ってどこまで行っても。あ、反応強そう。反応めちゃくちゃ強そう。反応めっちゃ強そうだな。とりあえず、フォトンスラッシャーを召喚。フォトンスラッシャーはフィールド上にモンスターを存在しない場合、特殊召喚できるぜ。そして、フォトンバニッシャーを特殊召喚。今のところ、デュエルリンクスムーブ。フォトンバニッシャーを特殊召喚成功時、ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンを手札に加えることができる。さらに、ギャラクシーウィザードを召喚。ギャラクシーウィザードで何これ、まあ、何持ってくればいいんだ、これ。これはトランサーか。でもトランサーっぽいな。いや、エクスペディションか。あ、いや、アフターグローディーか。アフターグローディーや。出せるか、どうせ。こうして、あ、これブラストソルフレアいけるな。これはね、強いですね。これ非常に強い反動と言ってもいいかもしれません。とりあえず、フォトンブラストドラゴンを展開していきましょう。まず、守備表示。とりあえずね、守備力の方が高いんですよ。ギャラクシーアイズ、フォトンブラストと、あと、フォトンロードは守備力の方が高いので、まあ、とりあえずこう横にして、で、これでライトニングストームもケアしていくっていうスタイルね。まあ、ライトニングストーム効かないんだけど、フォトンブラストやると結構。で、特殊召喚、光の化身、ここに降臨。ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴン。そして、ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンが存在する場合、アフターグロードラゴンは手札から特殊召喚をすることができる。さらに、俺はレベル8のモンスターが2体で、オーバーネットワークを構築。エクシーズ召喚。現れよ、ランカチ。ここだな。ギャラクシーアイズフォトンロード。さらに俺は手札でマジックカードフォトンサンクチュアリを発動。フォトンサンクチュアリの効果によりフォトントークンを2体生成するぜ。そしてこの2体のモンスターをリンクマーカーにセット。風をつかめサーキットコンバイン。現れよリンクにギャラクシーアイズソルフレアドラゴン。ソルフレアが特殊化に成功した場合、墓地のギャラクシーまたはフォトンカードを1枚手札に加えることができる。これで次のターンの初動も完璧だ。そして俺はターンを終了するぜ。さあお前のターンだ。今どういう状況になってるかというと、フォトンブラストの効果で対象に取ることができなくて、攻撃力が2000以上の、まあ、モンスターですね。前はソルフレアとちょっとこれうるせえな。ソルフレアとフォトンロードは対象に取れないと。で効果では破壊されないっていう感じですね。はい、めちゃくちゃ強いです。で、今、特殊召喚したモンスターを、あ、まだ無理か。あ、でもちょっとこう発動するか。ちょっと持ってきとこう。ギャラクシーアイズ、フォトンロードの効果発動。と、これ一回、まあ、ちょっと無限ホールドが持たれてるかもしれないんで、一回ここでチェーンしとけばね、これで発動できないんで。で、ギャラクシーアイズ、フォトンロード、フォトンロードじゃない、フォトンドラゴンを手札に加えていく。これでソルクリアでギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンを捨てると、特殊召喚したモンスターを破壊できるよっていう。まあ、とりあえず戦闘機ですね。戦闘機動エンゲージ。やばい、強そう。エンゲージくん、強いな。魔法カードが3枚あるとやばいらしいんでね、ちょっとブラッドローズドラゴンとかで全部除外したいね。戦闘機、ウィドウアンカー。やばいウィドウアンカーは効果モンスター相手対象にとって、効果を無効にしてくる。やばい。効果を無効に、ターンしよう。やばい対象に取れるようになってしまった。まずいな。一応ね、ウィドウアンカーの対象に取れちゃうんですよ。フォトンブラストだけは。フォトンブラストくんね、攻撃力2000あったら完全に強かったんですけどね。それ強すぎか、逆に。増援いいだろう。これでレイ持ってくるのかな。戦闘機なんとなくわかるんだよな。なんとなく。なんか昔、なんかウームの、俺、ウーム入って当たったんですけど、ウームのなんか大会で、なんかはじめ社長に使われてボコボコにされたことあって、はじめさんのなんか、戦闘機に、なんかサイバールで挑んでボッコボコのボコにされたことあって、まあ一応なんとなくはその時になんか調べたから一応わかるんだけど、ロゼね。はいはい。ロゼ、いや、これ新しいやつだ。特殊ができる。オッケー。なんかいいよ、それは。出てきたやつ破壊すればいいんじゃない多分。レイはね、なんかね、墓地からね、なんか、その、蘇ってこれるんですよね。戦闘機がなんか破壊されると、なんか墓地から蘇ってきて、しかもさらにフリーチェーンで変身するみたいなことが起きてるんで、これもそうなのかな。これは特段そういう効果はねえな。出てくるだけか。ジーク、はい。これは何する人リンク召喚に成功した場合、フィールドの表側表示のモンスター相手を対象にして、エンドフェーズまで除外するという効果。あ、それ全然無理だね。フォトン、ギャラクシーアイズ、フォトンロードの。これ本当に無理かエンドフェーズまで除外する。次のエンドフェーズまで除外する。まあでも一応使っとくしかないか、じゃあ。エンドフェーズまで除外されたら結局意味ねえしな。モンスターも出るし。ギャラクシーアイズ、フォトンロードの効果を発動。フォトンロードの効果により、エクシーズさえを1つ取り除いたカードがギャラクシーカードだった場合、その効果を無効にしたモンスターを破壊することができる。バリ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 。ジークの効果で、あ、てかレイの効果も発動する。やばい。マジで。とりあえず俺もアフターグロードラゴンの効果を発動。ロイヤル加工のアフターグロードラゴンの効果により、ロイヤル加工のためギャラクシーアイズフォトンドラゴンがなんか3体ぐらい出るみたいなことない。無理か。ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを特殊召喚。光の巨神、ここに降臨。ギャラクシーアイズフォトンドラゴン。そしてレイの効果で、レイが出てくる。はい。やかましいな、あいつやかましいよ、マジで。これしょればいいんじゃないか、これ。あ、でもダメだ。これ相手ターンで発動できるわ。相手ターンでも発動できるなんか謎の効果あるから、フリーチェーンだから無理だ。強え。レイちゃん強い。戦闘機の動き方分かるとか言ってあんま分かんない一回勉強したんだけどな。まあでも2年前くらいだからな。23年前だな多分。もうなんか新しいカード分からん。はい。レイのレイを1体でリンク召喚でカイナ。はい。カイナ君は何するんだっけ。攻撃無効かなんかでしたっけ。カイナ君は何でもいいや。でですね、もうレイは一旦に一度使ったから、これここで打っちゃっていいのかな。レイは自分のフィールド難しいの戦闘機リンクモンスターが相手の効果でフィールドが墓地を変えた場合、このカード特殊化するっていう効果は一旦一度。つまりさっき使ったから、ここでショットけばいいんじゃねえか。ソルフレアで。もうで、あいつが出てくるか。謎の女。さっきの名前なんつった。ちょっと忘れちゃった。とりあえずカイナは、とりあえずこれは、ここショットいていい気がするんだよな。こいつはモンスターが戦闘で破壊された場合、また自分のカードの効果でフィードから離れた場合、このカードを特殊召喚する。じゃあ別にこいつ出てもないな。とりあえずソルフレアだ。ソルフレアを効果発動する。で、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを墓地に送って、で、君は死んでいただこう。これでレイは出てこない、もう。無限破壊。これ何効果。こいつ効果なんかあったっけ相手に一度このカードをエクセスを除いて、自分の墓地のギャラクシーアイズフォトンドラゴン蘇生ね。はいはい。それはちょっと今はじゃなくていいや。今じゃなくていい。はい。カイナ君いいでしょう。OK です。全然問題ないです。とりあえずフォトンブラスト君がなかなかに強いという話があるんで、エンドフェイズ。なるほど。で、フォトンブラスト効果。フォトンブラスト効果で、バニッシャーを除外することに、それを切ることによって、ギャラクシーアイズ、効果無効になってんのか意味なかった。忘れてた。そっか。そういえば効果無効にされたな。魔法カードで。お、強いな、反動。これは反動強いですね。まあ、とりあえず、後ろを割ってから動きましょう。まず、ギャラクシーアイズ、サイファーブレードドラゴンで、相手の後ろを割りに行く。ギャラクシーアイズ、フォットンロードの上に重ねて、オーバーネットラゴン再構築。FC 召喚。ギャラクシーアイズ、サイファーブレードドラゴン。サイファーブレードは、一旦に一度、相手のカードを1枚選択し、そのカードを破壊するという効果を持っている。さあ、お前のセカードは割らしてもらうぜ。なるほど。おっと、なんもないぞ、もう。とりあえず、ギャラクシーアイズ、アフターグロードラゴン出していいか。ギャラクシーアイズ、アフターグロードラゴンは、ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンを備えする場合、手札から特殊召喚することができる。何出したら一番強いの？ちょっと打点を上げたい。タキオンか。まあ、一旦フォトンロー、とりあえずプライムフォトンを出すのは確定してるんですけど、タキオンですか。プライムフォトンを出すのは確定している。かっこいい盤面を作りたい。俺は、まず、待てよ。ギャラクシーアイズいねえんだもん。全部いってっから、ちょっとギャラクシーアイズを回収しないといけないわ。これこうするでしょ。フォトンバニッシャーからの、まずソルフレア出す。で、ここと、ここでリンク召喚して、ソルフレア出して回収しよう。まあ、実質これフォトンバニッシャーが、ギャラクシーアイズになって帰ってくるみたいなことですからね。これ回収して、はい、回収してからでプライムフォトンの効果使えないんですよね。デッキか手札にギャラクシーアイズがないと効果発動できないんですよ、あいつ。ちょっと若いから先にこっち行こう。現れろ銀河究極巨竜ナンバーズ62。宇宙にさまよい光る闇、その狭間に眠る悲しきドラゴンたちを、その力を集わせ真実の扉を開け。ギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴン。そしてギャラクシーウィザードを召喚し、ギャラクシーウィザードの効果を発動。このカードをリリースすることにより、デッキからギャラクシー魔法トラップカードまたはモンスターを手札に加えることができる。これによりギャラクシートランサーを俺は手札に加えさせてもらうぜ。そしてギャラクシートランサーは発動できるな。いける。アフターグローがいる。いや、ギャラクシーアイズの方だな。これはギャラクシートランサーを発動。墓地のギャラクシーアイズフォトンドラゴンを特殊召喚することにより、デッキから同じレベルのモンスター一体を特殊召喚することができる。現れろギャラクシーブレイバー。そしてギャラクシーアイズフォトンドラゴン。レベル8のモンスターが2体で、これ効果発動。何これ、なんかコピーするのか墓地のやつ。はい、打点コピー。向こうね。はい、すみませんでした。レベル8のモンスターが2体でオーバーレイトワークを構築。エクシーズ召喚。宇宙を貫く雄たけびよ、遥かなる時を遡り、銀河の源よりよみがえる。権限せよ、そして我を勝利へと導け。ナンバーズシャガーギャラクシーアイズタキオンドラゴン。ボトンブラストドラゴンを攻撃表示に変更。バトルフェーズに移行するぜ。行くぞカズーラ。もう出さなくていい。バトルフェーズバトル。懺悔の用意はできているか。タキオンの効果、これタキオンの効果使うとさ、これプライムフォトンのさあ、あれも向こうなりね、向こうさやらないでいけ。ギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンの攻撃ダメージ計算直前。プライムフォトンドラゴンの効果を発動。オーバーレイユニットを使い、フィールド上のエクシーズモンスターのランクの合計 ×200 ポイントの打点をアップする。そしてギャラクシーアイズアフターグロードラゴンはエクシーズモンスターの素材として墓地を食らった場合、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを特殊召喚しながら、フィールド上のナンバーズモンスターの攻撃力はさらに倍となる。エタニティフォトンストリーム 19,600 脳筋すぎる。いやー、まあ高校でもやることあるんでなんとかなりそうですけどね、このデッキ。まあ展開力が結構高いので、まあ言うて何妨害かを踏み越えていけるぐらいのパワーはあると思うんですけど、まあハンド悪くないですね。ハンドなんなら強いしさ、これトレードイン打てるし。トレードインでギャラクシーアイズが墓地に行くと、ギャラクシートランサーが発動できるんで、これめちゃくちゃ強いんですよね。トランサー持ってこれればっていう話ありますけど。召喚師アレイスター、何アレイスターからのアルミラージ、やばい。この動きはメルカバーが出る。この動きはプルガトリオも出るし、メルカバーも出る。まずい。これさあ、めちゃくちゃ強いよね、召喚獣。なんか自分でさリンク召喚して素材供給できるのマジぶっ壊れじゃない？デュエルリンクスミン聞いたらなんか吐き気するだろこれ。とりあえず魔術ね、はい、召喚枚数の効果により、光属性ですよね、どうせ。あーあー、なるほど。きついなー、メルカバーは。神の摂理内蔵ですね、こいつは。神の摂理内蔵してて、まあ、モンスター同じ種類のカードを捨てると神の摂理みたいな感じで除外するんですけど、破壊して除外することができます、はい、無効にして、はい、めちゃくちゃ強いです。肉捨てか、怖えな。我のターン、ドロー。アージェントカオスフォース、かっこいい顔きたな。一旦トレードイン発動してみるか。トレードイン発動。トレードインの効果によりブルーアイズフォトンドラゴンを墓地に送ることによってカードを2枚ドローしたい。ここ止めてくる説も結構あるんだよね。言うてでも確かにこれなんか合金とかゴードンとかを止めるじゃないですか、普通は1枚か2枚になるんで。これトレードインって実質2枚半で食らってるみたいな感じなんですよ、これ無効にされると。普通だったらで、これめちゃくちゃ強いんですよね、これを無効にするっていうのは。まあ言うてこの半だったら動けます。でもはい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 、まあ魔法カード無効にしてくるよね。まあトレードイン無効にするのは割とまあ間違ってはないような気がする。オッケー、まあでもまだ動ける俺は。反動的にね、トレードインの効果が無効になっていく。でとりあえずギャラクシーウィザードを召喚。ギャラクシーウィザード召喚。ギャラクシーウィザード召喚成功でギャラクシーウィザードの効果を発動。自身をリリースすることによりデッキからギャラクシーカードを1枚の手札に加えることができるんですよ。これトレードインで墓地に送ることが重要で、ギャラクシーアイズを。そうするとこのトランサーが使えるようになるんですよ。これは、墓地のギャラクシーを蘇生しながらできたらギャラクシー出すっていう、なんか書いてると頭おかしいカードなんですけど、2000ライフ払う代わりになんかめちゃくちゃやばいことするっていうカードですね。ちなみにこれでタキオン出してアージェントカオスフォースでネオタキオンを出せます。一応ねやんないですけど今やってもあんまり見ないから。フォトンサンクチュアリー、まあ、意味だからないけどモンスター1体しかないからな。モンスターがめっちゃ並んでるときはネオタキオンで全員にぶん殴るみたいなことをやるのを狙うことはあります。まあでもプライムフォトン出せば勝てるからな大体で。ここでこれは2体のモンスターでリンク召喚。オービタルいるからこっちか。そうですね、これはトランサーのコストは残しておきたいんでギャラクシーウィザードは回収しましょう。ギャラクシーアイズソルフェラドラゴンの効果発動。墓地のギャラクシーカードを1枚手札に加えることができる。これでウィザードで次のターンの、初動も確保できた。よしいいぞ。そして手札よりマジックカードギャラクシートランサーを発動。ギャラクシートランサーの効果により2000ライフポイントを支払うことにより、ちなみにこのカードを発動する場合ギャラクシーモンスターしか出せません。はい、ギャラクシーかフォトンしか出せません。なんでなんか違うのかユニオンキャラとか出せません。出しちゃうとね、つかなくなっちゃうんで、そこだけ注意。そして、レベル8のモンスターが2体並んだな。並んじゃったな。並んじゃったな。レベル8のモンスター2体で。オーバーネットワークを構築。エクシーズ召喚。現れろ。銀河究極竜。ナンバーズ62。宇宙にさまよい光と闇。その狭間に眠るし悲しきドラゴンたちを。その力を集わせ、真実の扉を開け。ギャラクシーアイズ。プライムフォトンドラゴン。サポートしろオービタル出すかオービタルつけてサポートしろオービタル。フォトンオービタルを発動し、そしてフォトンオービタルの効果発動しなくてもいいや。バトルフェーズ行こう。打点上がった状態のことがね望ましいんですよ。ギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンの効果ダメージ計算までいいか。自分ダメージ計算いいですか。ダメージ計算直前ギャラクシーアイズフォトプライムフォトドラゴンの効果を発動。オーバーレイトを1つ使いプライムフォトドラゴンの攻撃力はランク ×200 アップする。そしてさらにアフターグローの効果によりギャラクシーアイズフォトドラゴンを特殊召喚。エタニティフォトンストリーム。貴様の懺悔など聞く価値もない。対戦ありがとうございました。